皆さん、こんにちは。今日は星名ゆりさんのことについて紹介します。まずは星名ゆりさんの経歴とプロフィールから紹介します。1993年に神無月に抱かれてでソニーレコードよりデビューした星名ゆりさん。2023年現在は橋幸夫さん、黒沢俊夫さんらが所属する夢グループに所属し、積極的に音楽活動を続けています。ライブやイベントなどにもたくさん出ているから、皆さん星名ゆりの歌声を聞いたことはあると思いますが、意外とプロフィールなどの情報は知られていないですよね。歌謡曲ファンなら誰もが気になる星名ゆりのプロフィールから謎に包まれている結婚、旦那情報まで調べてみたいと思います。本名、島和美、生年月日、1961年11月24日、身長、163cm、 出身地石川県、最終学歴石川県立金沢聖光から大学、所属事務所夢グループ。星名ゆりさんは石川県金沢市出身で、1993年に OL から歌手デビューした方です。デビュー以降、ラブバラード、桜の花よ泣きなさい、5グラムの指輪、永遠になど多くのヒット曲を出していますね。面白いのは、星名ゆりさんはずっと音楽の道を歩んでいたわけではなく、金沢で OL として働いていたんです。芸能界入りのきっかけは三木たかしさんへの弟子入りでした。三木たかしさんといえば、石原裕次郎さんから石川さゆりさんなど様々なアーティストの楽曲を手掛けた名作詞家ですね。そんな方のお弟子さんになれただけでもすでに持ってるのではないかと思われる星名ゆりさん。しかし、幸運の持ち主というよりも苦労人というイメージが強いでしょうか。実は彼女はこの時すでに27歳でした。ご本人ですら1-2年ほどで終わるかもしれないと危惧されていたそうです。しかし、三木たかしさんの良い歌を歌えるようになるのは40歳を過ぎてからという胸の言葉を信じて踏ん張り通しました。2017年でデビュー25周年を迎え、ついにベストアルバムをリリースするまでに活躍されています。また同事務所の橋幸夫さんとのデュエットも実現されていました。60周年記念デュエット、ベスト星より密かに雨より優しくにて、今夜は話さない令和バージョンが収録されているとのことです。番組出演もあるようですね。1993年にデビューして積極的に音楽活動を続けているさんですが、意外とプロフィールは知られていないですね。公式サイトによると、星名ゆりさんは11月24日生まれで石川県出身、趣味は映画鑑賞とゴルフだそうです。デビュー曲は神無月に抱かれてで、それからほぼ毎年新曲を出して、コンサートなども積極的に開いています。さらには番組も持たれていますね。 BS 富士では星名ゆり夢に向かって歌が大好きのレギュラーであられます。特に後者は5分間番組ながらロケありトークありと、歌手以外の星名ゆりさんが垣間見れます。また国籍に関しては、プロフィールでも石川県出身という以外に記載されていません。ツイッターなどでも噂などもなかったですね。単純に考えて日本ということではないでしょうか。星名ゆりさんのプライベートについてはあまり知られていないのですが、結婚しているんですかね。年齢は公式的には明かしていませんが、他のサイトとかに出ている年齢が正しければもう50代、結婚して子供はいてもおかしくない年齢ではありますが、実際にはどうでしょうか。インターネットの掲示板などを見ても彼女の結婚については書かれていないので、確認することは難しい感じです。2015年にリリースした5グラムの指輪が海外でも注目され、より忙しく活動している星名ゆりさん。夢グループのドン石田茂弘社長とは愛人なんて噂もありますね。石田茂弘社長といえば、通販事業の方でよくお見かけする方ですよね。社長直々に通販への登場というのは他社でもよく見かけますが、自社製品を売るというのが面白いところです。高い声で自信満々というよりは、どことなく申し訳なさそうにセールスが特徴。何でも夢グループ自体、もともとは
あずさ2号でおなじみのデュオカリュードのマネジメントを目的として設立されたそうです。設立は2003年とイメージよりも歴史は浅いでしょうか。当時の社名が有限会社あずさ2号とのことで、以下にもという感じですね。そういえばあの BZ の稲葉講師さんをして、カリュードは二人組の原点と称されていました。どうやらあずさ2号の大ヒットがもたらした意義というのは一般人が考える以上のものがありそうですね。しかし2006年には夢グループへと改名、そして2018年にはカリュードがトップカラーへと移籍されています。設立の理由を考えると少し寂しいですね。また芸能関係と通販の事業以外に夢健康ランドという健康ランドを運営されています。果たして社長ご自身は人柄が良さそうな感じですが、星名ゆりさんとは愛人関係なのでしょうか。実はこの噂でどころは某掲示板サイトだそうです。愛人説のゆえんも結局は星名ゆりさんが猛プッシュされているために立っただけで、実際に写真の流出などはないようですね。苦労人の開花というのはそれだけで胸を打つものがありますし、わざわざこういった説を流す必要もないと思うのですが、とても美しい星名ゆりさんなので結婚しているか気になりますよね。年齢的にも結婚していてもおかしくありませんが、過去に結婚していたという情報はなく、現在は独身で子供もいませんでした。星名ゆりさんに彼氏がいるのか調べてみましたが、週刊誌などに熱愛報道もされてなく、現在は彼氏はいないようです。2020年にはインタビューで最近は恋愛していないことを明かしています。ただ今までお付き合いした人は当然いますよね、という質問に対して否定はしていませんでした。20代に交際していた彼氏に浮気された経験があること、過去に最初のデートはいいお店に行くがだんだん手抜きになっていく、釣った魚に餌をやらないようなタイプの彼氏と交際していたことがあったそうです。また星名ゆりさんは自身を彼氏尽くすタイプと話していて、一度交際すると不覚情が入ってしまい、そんな自分が嫌であると話しています。星名ゆりさんは通販番組の CM で夢グループ石田茂弘社長と共演しています。そんな二人が愛人関係にあるのでは、という噂がネット上に広まっていますが、全く根拠はないデマです。星名さんは夢グループの所属歌手であり、あくまでも仕事として石田社長と通販番組の CM に共演しているだけなのです。石田社長もインタビューで単なるビジネスパートナーときっちり愛人説を否定しています。噂になった理由は、星名さんが通販番組の CM の演出で販売価格を甘えて安くするおねだり役になっていることです。その二人の独自のやり取りがとても親密そうで、愛人関係であると勘違いされて噂になったようです。星名ゆりさんは子供の頃から歌が大好きで、地元石川県金沢市でお祭りのカラオケ大会や NHK のど自慢大会に出場していました。とても歌がうまくて金沢地区でチャンピオンになりましたが、全国大会には出場できませんでした。当時星名さんは歌手を目指そうと思っていなかったため、高校卒業後は地元の日産プリンス石川販売株式会社に就職し、総務課に勤務しています。その頃は社長の運転手をしながら社員100人以上の給与計算をそろばんでしていたそうです。星名ゆりさんは地元で年1回開催される作曲家三木たかしさんのファンの集いに参加しました。そこで三木さんに歌を聴いてもらい、的確のアドバイスをもらいます。それがきっかけで三木先生のところで歌を勉強したいと思い、27歳の時に上京しました。上京した当初は三木さんの運転手とカバン持ちをしながらレコーディングスタジオなど様々な音楽の現場に同行します。そして1993年の31歳の時にシングル神奈月に抱かれてで歌手デビューを果たしました。星名さんは歌謡曲からジャズまで幅広く歌い、テレビ、CM、ラジオ、ホテルラウンジ、ライブなどでその見事な歌唱力を披露しています。
現在は夢のスター歌謡祭に出演し、全国各地を巡るなど精力的に活動しています。星名ゆりさんのプロフィール、結婚や子供、愛人説、若い頃の経歴をまとめてみました。最近テレビ出演が増えて知名度も上がって、今後さらなる活躍が期待されています。これからも星名ゆりさんに注目していきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。